はいどうも秋田健ですということで12月の27日今年もあと今日を入れて5日ですね。早いもんですよね。で今日は月曜日ということはキスのマンデープログラムの日ということで2021年内最後のマンプロです。なので常日頃素晴らしい商品を素晴らしい接客をしていただいて購入させてもらっているので、これは行くしかないぞということで向かいたいと思います。思えば今年は一発目のマンプロも購入しているのでドア玉の商品と締めのアイテム、両方買って気持ちよく締めたいと思います。で後ほど紹介しますが最後のマンプロのアイテムシンプルにめちゃめちゃかっこよくて別に最後じゃなくても買ってたなってアイテムなんですがその前に、キスと同じくたくさん訪問してゲリラのリスも運よく買わせてもらった聖地ナイキ原宿こちらにまずは寄ってまいります。はいということでナイキ原宿店内でございます。またエントランス変わっておりましたね。まずドンと3つあるのがナイキのドライフィットシリーズ伸縮性や速乾性に優れた快適な着心地を約束してます。で3体マネキンがありまして右側のこの白いモックネックかっこよくないですか。そして足元はナイキオフラインのエナメルグリーン。さあ2階に向かってまいります。今年もう何回この階段を登ったかわからないですね。この階段でゲリラに遭遇した時は本当興奮しました。はいでナイキ原宿のスニーカーゾーンあんまり映すことがなかった乱収のゾーンですね。ちょっとだけスニーカー見てきます。まずはハロウィンのエアフォースワンですね。まだ残ってました。はい続いて2019年から出ているゴアテックス素材のエアフォースワンの新色たち昔に比べると普通に買えるようになりましたね。これが一番の目玉のカラーでしょうか。シャタバのカラーゴアテックスの AF1 は毎年出ますがちょっとずつデザインが変わってます。続いて AJ1 の寒冷地モデルアクリメイトですね。トゥーボックスの通気口とかミッドソールのステッチがなくてさらにライナーにボアをつけて防寒性を高めてると雪が降る地域だとめちゃめちゃ活躍しそうな一足ですね。では続いて3階に上がっていきます。3階はバイユーだったりジョーダンブランドのアパレルですとかバッシュとかをメインに置いてあるフロアになっていてこの階段を抜けるとこんな感じです。天気も良くて最高です。はいでこれ見たかったんですよ。あのキスのイケメンの店員さんがモデルもやっていた PSG とジョーダンのコラボのアイテム、たびたび PSG とはコラボしてますがフットボールとバスケの熱い共演ですね。中でもこの T シャツが個人的にはツボでした。スウェットですとか違う型の T シャツもあります。こっちは全面グリーンのシリーズそしてキャップですね。これ可愛いですよね。そして値段がもうバカ安なんですよ。何個あってもいいです。はいということで年内最後のナイキ原宿訪問でした。今年1年本当にお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。はい続いてキス東京に向かう道中この店洒落た観葉植物がたくさんあっておすすめです。にしても今年1年も早かったですね。もう年々1年がどんどん短く感じてまして、まあ、明けたと思ったらまたすぐ半年経って、まあ、来年も終わって、まあ、その繰り返しなんですけど、まあ、今年はこの YouTube 始めさせていただいて、まあ、いろんな方に見てもらってですねコメントなんかいただくと本当に嬉しくて、まあ、始めてよかったなと思ってるんですがまだまだ至らない点ばかりなんですけどちょっとずつ改善して楽しんでいただけるようにしていければなと思いますのでぜひ来年もですねよろしくお願いいたします。はいそんなこんなで宮下パーク到着です。今年最後のキスのディスプレイはアディダステレックスでした。では今年最後のキス行ってまいります。はいまずはスニーカーフロアのアーカイブタワーですね。そしてフォースワンのカスタムアートクラークスの MLB コラボメッツとヤンキースのロゴがめちゃくちゃ存在感があります。このローのネイビーが気になりますね。はい今年最後のマンプロのアイテムです。白一色でかつクルーネックと T シャツの2型
あんまりない珍しいリリースの仕方ですね。このグラフィックビビッときました。そしてこの間のニックスのシーズン2のアイテム、僕はアパレルは狙ってなかったんですけど、まだちらほらあるようです。でフォールウィンターもちょっと見ていきますね。こんな感じでずら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 と皆様買い残したものはないですか。でスターウォーズのコラボのアイテム、こっちのマネキン前見逃してましたね。で僕が欲しかったこのドロイド2体のシャツ、もうスーパーかわいい。はい、でその他のスターウォーズのコラボアイテムも入荷の遅れが一部のアイテムにはあったようで、まあ、若干ですがまだ残っておりました。ヘッドギアも2種類ありました。こんな感じです。はい、ということで最後の最後にいい買い物ができました。本当にいつ来ても綺麗な店内で、まあ、優しく対応いただいて、まあ、素晴らしい商品扱ってらっしゃってですね、楽しませていただき1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。はい、ということで帰ってまいりました。改めて今年最後の Vlog ということで、ナイキ原宿、そしてキス東京、何度も何度も訪問させていただいて、改めまして1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。で、私が最後に買った商品がこちらです。キスエリスマウンテンクルーネックでございます。めちゃめちゃかっこいいでしょこれ。ということで立て続けにスターウォーズだったり X のシーズン2だったり、年末怒涛の畳みかけでしたが、最後の最後も手を緩めないですね。一応自由の女神つながりで以前マンプロで買ったロンティを合わせてみました。クルーネックとあと T シャツの2型の販売だったんですけど、まあ、僕は季節的にも、まあ、デザイン的にもクルーネック一択でした。まあ、10周年最後のマンプロなので何出すんだろうなってすごいワクワクしていて、で当日朝まで楽しみにしておきたかったので、前日は情報をシャットアウトして何も見ない状態でですね、当日の朝を迎えてスマホで確認したところ、ズドーンと雷に打たれまして、デザイン最高でしょ。はい、でこのキスのロゴの下には自由の女神ですね、アメリカのシンボルが中央に描かれておりまして、正式名称は世界を照らす自由、フランスからアメリカの独立100周年を祝って贈られたアメリカのシンボルなんですけど、分かりますよね、場所が違う。現実に置かれている自由の女神があるところとは全く別の場所にあるようでして、周りにこんな山脈はないですし、手前側もニューヨーク湾が広がっているはずなので全然違う場所なんですよね。改めて見ていきましょう。雄大な自然山脈が連なっておりまして、でそこに広がるおそらく湖ですね。その前に自由の女神がそそり立つデザインで、大きさも実際とはかなり異なりますよね。もう山よりでっかいですから、個人的にはカナダが誇る絶景モレンコによく似てるなというふうに思ったんですが、で自由の女神の足元には、こういったロッジ、なんかもリアルに描かれております。また雪山っていうのが今の季節とマッチしていいですよね。はい、そして左下にはニューヨーク・イン・ネイチャーシリーズとございますので、自然の中のニューヨーク、そういったコンセプトのシリーズだと思われます。でエリスマウンテンとなってますが、このエリスがエリス島とするならば、エリス島はリバティ島からフェリーで10分ぐらいの、距離にある島で、ここも全然ロケーションが違うんですよね。なので他のエリスというと、アメリカには3つのエリスという地名がありまして、それがテキサス州、オクラホマ州、カンザス州にあるんですけれども、そのいずれかにこういうロケーションの場所があるんでしょうか。はい、でとにもかくにもですね、まあ、とにかくデザインがぶっ刺さりまして、カラーも綺麗で言うことないですね。これで私秋田県心残りなく2021年アパレル、今年最後の買いをされとさせていただきます。はい、で本日の動画はここまでです。いつもご視聴いただきありがとうございます。
今年もあと片手で数えられる、程度の日数になってきましたが、できればあと1本ぐらいは、投稿できればと思うんですけど、全国的にもめちゃめちゃ寒くなってますので、くれぐれも体調管理はご注意ください。体が資本ですからね。来年もスニーカーを中心に好きなものをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。